お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。私めちゃくちゃやばいチャレンジを見つけてしまった。モンスタータワーチャレンジ6キロっていうやつなんですけど、2008年からずっとモンスターをやってるじゃないですか。だからね、これはいかねばと思ったんですけど、6キロのチャレンジメニューっていうのを今回もう本当に久しぶりにやるので、あまり胃を広げていないんです、最近。っていうのと、単純に太ったのでちょっと自信がないんですけど でもなんか美味しそうだったのよ。だからちょっとね、今回はモンスターを討伐しに行くチャレンジやっていきたいと思います。緊張してきた。それでは行ってきます。見てねー。やばい、なんか来た。やだー、でかい。とても大きいよ。わお。でもとっても美味しそうです。調整はしたんですか？いや、それがですね、でもがっちり食べます。回ってる回ってる、ちょっと待って、回ってるか確認最後して。うわ、緊張してきた。5秒前からいきます。はい、はい、5、4、3、2、1、スタート。いただきます。頑張ります。うまい肉うん、おいしい。めっちゃジューシーで柔らかい。ご飯がめっちゃ合う。結構塩コショウがしっかり効いてて、ソースなくてもめっちゃ美味しい。バグがめちゃくちゃでかいんだけど、4つも乗ってる。なんかかけようかな。ガーリックかけて、おいしい。クリーミーなガーリックソースってステーキにめっちゃ合う。肉汁、めっちゃ柔らかい。うまっ。かけちゃおうっと。ケーキなくなった。ハンバーグ美味しそう。ふわふわだ。なんか作ろうかな。味全然違うもの一回食べとくと気分が変わるから。ネギ。
めっちゃあるんだけど、パスタが多い。あっさりしてる、酸味が効いててフルーティーな感じ、もっとなんかこってりナポリタンみたいな感じかと思ったけど、食べやすいパスタが、うん、オイルがすごい、オイルが肉汁かな、チーズうまっ、何にしようかな、オズソース、うん、おいしい、もうちょっとかけよう、うん、私はいいことを考えたよ、うん、ただご飯がしとるから食べやすくなる、きっと、うん、うん、おいしい、でもうまっ、あと半分くらいになっちゃう、うん、玉ねぎが効いてて美味しい、うん、お腹いっぱいになったやばいやばい、
はい、完食しました。ごちそうさまでした。やばいお腹。美味しい、美味しかったです。本当にありがとうございます。はい、ということで思ったより食べれたよ私。まだチャレンジも全然行ってないしさ、どうかなと思ったんですけど、お肉がめっちゃ美味しかった。マジでハンバーグも柔らかくて美味しくてジューシーだし、あとねハラミがいっぱい乗ってたんですけど、それがね噛み応えはあるけど脂っこくなかったので、最初のステーキがチャレンジにしては優しい美味しいステーキだったっていうことと、あとパスタがね結構あっさりめのトマトソースのパスタだったので、こういろいろ味変をしながら食べれて、とっても最後まで美味しく食べられました。あとソースもいろんな味があるのでまた来たいなと思います。それではお腹が空いたらモンスター、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。辛かった。休憩したいなって思ったけど、そんな時間の余裕はないからさ、ちょっとだけ飽きたよねお肉に。